こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔第10層をやっていきたいと思います。まあ、こちらはですね、このメンバーでやっていきます。今回はですね、デバフを付与してあげてくださいっていう感じですね。敵にデバフを付与すると、まあ攻撃通るちゅう感じなんかな。でクリティカルが痛いんで、速攻で終わらしたいところですね。まあ、全体攻撃持ちがいいんじゃないですかね。でデバフ2個以上付与してあげてください。なんで、まあ今回はですね、まあ、このヘンリーと、まあ、ヘンリーはね、どれもデバフが入るんでね。でまあこんな感じでガンガンデバフ入れてあげてください。で忍耐していく、全然効かないっすよと。まあデバフ入れてあげると攻撃力下がるんかな、確か。どうなんだろう。でまあこちらは攻撃効かずに向こうにダメージを与えるみたいな感じになるんですね。でそうですね、速攻でもうやっちゃってくださいという感じです。で草薙強でボコボコ叩いてあげて、キングでも叩いてあげると、そんな感じかな。ここはまあ特にないかな。まあデバフ2つ以上付与してあげるっちゅうところだけっすね。であと全体攻撃持ってれば、まあ、勝てるんかなっていう感じですね。でバンバンデバフ入れてあげて、もうデバフの札来たらもうそれをぶち込むだけです。はい、ここはそうですね。はいはいはい、削っていく、いい感じですね。まあ全然で、なんかターンごとに多分なんか攻撃力も上がってくるんかな、多分ね。でそうだな、特にないんですけど、まあ速攻で終わらせてあげてください。もうこれですね。はい、という感じで GG っすね。まあここはそうっすね、もうデバフ使えるキャラクターを入れてあげれば勝てます。はい、で投球20枚以上がいいのかな。で先制も取れるんでね、まあ比較的楽なステージになっておりますという感じで、まあ今回はここですね、試練の塔第10層をやってみましたというところで、まあ短いですけどこれで、はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。